海のすぐそば、鶴岡市油戸地区の里山に地元の漁師たちや子どもたちなど50人ほどのボランティアが集結しました。その目的とは、こっちこうなるとダメなんで、こっちお日様が照る方に必ずこうなるんで、こういう形で。ボランティアが行ったのは豊かな山を作るための食事作業。そしてその苗木の成長の妨げになる雑草の刈り取りです。しかしなぜ漁業関係者が森の整備を行っているのでしょうか。山から流れる水っていうのは冷たいんですけど、海の水は暖かいんですよ。そうすると混ぜ合うとプランクトンが発生するんですね。そうするとちっちゃい魚とか来るから、大きい魚もそういう形になってるんですよね。今年で25年目となる魚の森づくり活動では、これまで柏やクロマツなど3100本を植樹。豊かな森を育てることで栄養豊富な水が海に流れ、豊かな漁場を作ります。ねえ、かわいい。触れたね、すごい。森を整備した後はヒラメの稚魚1000匹を放流しました。もう一回違う海で育って、もう一回ここに戻ってくるかなって気持ち。一つの授業で山と海の大切さが分かっていただけるので、これから山のものだったり海のものを食べているときはこちらの授業を思い出してもらって、山の大切さ、海の大切さを知ってもらいたいです。海と日本。動画いかがでしたか？チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。